航空写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成江戸川水公門は、旧江戸川を仕切る水門。東京都江戸川区東篠崎町と千葉県市川市、河原野の間に位置する。船が通るための公門を併設しているため、水公門の名が付いているが、一般には単に、江戸川水門。 あるいは地元の地名をとって、篠崎水門などと通称される。すぐ上流には、江戸川元川である江戸川放水路との分岐点がある。1936年に着工し、1943年3月に竣工。その後、地盤沈下や腐食のため、1970年から1972年にかけてゲートや操作室の改修を行っている。 周囲の航空写真。江戸川水公門のすぐ上流に江戸川と旧江戸川の分岐があるのがわかる。1、江戸川水公門に行徳稼働積算、新行徳橋国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成建設された当初の目的は以下の5点であった。洪水時に、 毎秒線立方メートルを旧江戸川に分布させること塩害防止と上流での水道用水取水のため東京湾からの塩水の遡上を防止することと用水の安定供給のため行徳稼働関と連携して上流の水位を確保すること平常時における旧江戸川の流量を確保することし運運の便を阻害しないことその後1979年に河川計画が変更され 洪水時の旧江戸川への分派は計画上はゼロとなった。しかし、行徳稼働席の改修が完了するまでの暫定措置として実際には分派が行われている。近世より江戸川は江戸に向かうための重要な水路であり、流通感染であったため船が坂に行き来する川であったが、現在もプレジャーボートや水上バス、屋形船などの船が公門を通過している。また、 付近の堤防には桜並木があり、春には周辺住民の目を楽しませている。水門の上を通って歩行者や自転車は対岸へ行き来できるが、車両の通行はできない。ありがとうございます。